傾向は、中国春秋時代の進むの君主。清は姫、意味名は四所。聖光の子。即位して間もない頃、国内外で大きな問題が立続けに起こった。紀元前597年、定救園のために派遣した淳林父率いる、進む軍がの戦いで敗北した。長作のおじ、長道。 長活兄弟が戦争継続を主張した敗戦の責任から長継の風当たりが厳しくなっていた。これに乗じた思考と眼下にかつて一族の朝鮮が霊公を殺した罪を着せられ長作が殺された。淳林父も敗戦の責任を漢字しをこうたが司会の除名により許された。敗戦後に寝返った体に淳林父を送り込み討伐。 純林父は戦わずに越平式だけで屈服させた。進むの威信を取り戻すことに成功すると、盛んに活動していた北方の赤敵討伐に乗り出した。紀元前593年、純林父が死去し、司会が盛況となる。同年、赤、敵の一部、木の絵師、留め拓達を滅ぼした。紀元前591年、司会が盛況を辞し 客活が盛教となった。紀元前589年、聖が牢を攻めて、救援の栄を破ったとき、救援要請があった。時の聖教、中軍の将の客活が以前聖を訪問したとき、五郎公に風貌を笑われたという支援もあって、聖との戦いになった。同年、蔵の戦い、支援からではあったが勝利を収め、東方での権威を回復した。 紀元前588年赤、敵のうち最後まで残っていた、とが、上滅ぼし、候補の憂いを立つのに成功した。死後の紀元前575年の三笹の戦いにおける勝利の足がかりを作ったと言える。一方、内政においては紀元前587年、勝備目指事件が起こった。傾向は、都元、かの意見を入れ、長栄人氏、長道。 長活を整え追放した。この結果、他の大部を強大化させることになってしまった。都ンかの意見を入れたのは、次のハゲこうの時にも見られる一種の側近政治の方がとも考えることができる。同年、客活が死去し、乱火器が盛況となった。紀元前585年、皇から川水沿いの神殿に遷とした。新しいとも、うと呼ばれた。 区別するときはここを、信仰と呼ぶ。紀元前584年、その不信と夏姫が真に亡命してきた。この時、諏訪江において、霊院の声と芝の湖畔に、不信の一族が殺され、不信が激怒する事件が起こった。不信は、支援からではあったが、呉と手を結んで、そう攻撃する検索を上層した。紀元前583年、下宮の難で、 長子が滅亡したが、傾向は、長作の維持、長武氏を探し出させ、長子を復活させた。紀元前581年、傾向は、大ハゲムと化した、長道、長活の死霊にたたられ伏せた。傾向は旗から、名医の官を呼び寄せて、診断を受けたが、大ハゲムたちはそれを察知して、油の下で、甲の上という、治療できない部位に隠れ込んでいた。傾向は、 治ることなく病死してしまった。これが病気を患い、どんな名医にでも治療できないような重い病気で救いようのない状況や人物を表現する病高校に入るという個事生後の元となった。また一説によると病床の傾向が自分の寿命を占わせたところ、甲は新麦をお召しになる前に亡くなられますとのことであった。新麦の収穫を祝う食前に着いた時、 にわかに腹具合が悪くなった傾向は便所に立ったが足を滑らせ便所の中に転落して死んだとも言う。ありがとうございます。